小野寺、そして佐竹を支えた寡黙なる武将黒沢道栄の存在感。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は黒沢道栄について紹介していこうと思います。戦国時代に出羽に存在感を示した小野寺氏ですが、関ヶ原の戦いで没落する悲劇を味わいました。そんな中で寡黙なる優勝黒沢道栄は末期の小野寺氏を支え続けた男です。その後佐竹氏に仕えた道栄は新参者としてその寡黙さを馬鹿にされながらも堅実にキャリアを積み上げていきます。新たな主君にも信頼された彼は一体どんな人生を歩んだのでしょうか。じっくりと見ていきたいと思います。小野寺義道の重臣となる黒沢道栄は永禄10年1567年に出羽に生まれました。父は小野寺氏、母が黒沢氏だったといいます。14歳で小野寺家臣黒沢長門守の娘と結婚し、婿養子に入って黒沢姓を名乗るようになりました。黒沢長門守は小野寺氏の重臣でした。長門守は黒沢城秋田県横手市を任されていましたが、ここは小野寺氏の本拠地横手城の市場であり、敵対する和賀氏に対する抑えとなっていた要衝です。そこを任されるだけあって長門守は主君からの信頼は絶大で、なおかつ戦場に出れば優勝として名を馳せる存在でした。そんな義父を見ながら道栄は成長したわけですが、早くから彼は重臣の子として主君小野寺義道のそばに仕えていました。義道は彼より一つ年上で年が近いということで心を許せる間柄だったと思います。そのためか道栄は若くして重臣の一人に名を連ね、若家老となりました。最上氏に推される小野寺氏、しかし道栄の主義道は武勇には優れていましたが、あまり智謀に長けた人物ではありませんでした。そのため策を弄することが得意な近隣の最大の敵最上義明の侵攻に押されていくこととなってしまいます。天正9年1581年には重臣坂延秀綱が最上の調略に屈して離反してしまいました。このため彼が守っていた領地はそのまま最上のものとなってしまい、義道はその回復に躍起となり、天正14年1586年にそこへ攻め込み、有屋峠合戦が起こったのです。小野寺勢の数は6000、最上勢は1万2000と兵力差は2倍でしたが、小野寺勢には名軍師八ヶ島道為がおり、彼の知略によって最上勢の侵攻は防ぐことができたのでした。この戦いには道栄も参加しており、戦功を挙げたために加増を受けたと伝わっています。ところが小野寺義道はこの後にとんでもない命令を下してしまうのです。ちなみに小野寺氏を支えた知将八ヶ島道為無念の最後という動画もありますので、興味のある方は右上のおすすめから見られます。軍師八ヶ島道為殺害の実行犯になる。義道が武勇だけの人物でいまいち知略には疎かったことはすでに述べましたが、彼は小野寺氏の核ともいえる軍師八ヶ島道為殺害を決行してしまいました。実はこの裏には最上義道の策がうごめいており、彼は道為内通の偽の書状をわざと義道の目に留まるように画策したのです。そしてあっさりとその策に騙された義道は道為を城に呼び出し殺害することにしました。そして道為が大手門前の橋の上に差し掛かった時、
襲いかかった刺客こそ道家だったのです。いくら主君の命令とはいえ、小野寺氏の重臣中の重臣を殺害することにはおそらく抵抗があったはず。とはいえ、主の命令を裏切ることができないのも道家の立場だったのでしょう。こういうことが起こると戦国時代は辛いなぁと思います。無実の矢頭は道為を殺害してしまったことで、小野寺氏の力はあっという間に低下していきました。義道は自分の首を自分で絞めていることに気がつかなかったようです。慶長5年1600年関ヶ原の戦いの際、義道は西軍へと加担します。当然西軍の敗北により義道は改易という処分を下され、石見、津和野、島根県津和野町に流罪となってしまいました。道家は一体どうなるのでしょうか。小野寺義道に別れを告げ、佐竹義信に仕える。関ヶ原の戦いから2年後、道家は義道の後に入法した佐竹義信の先遣隊を出迎え、士官の申し入れをして召し抱えられることとなりました。この1年前、道家は石見を訪れていますが、おそらくこの時義道に会い、今後どうするかを告げたのだと思われます。実は最上義満からも士官の誘いがあったのですが、道家はこれを丁重に断りました。彼からすれば主家の敵なわけですから、わからなくもありませんが、この拒絶に対して義満は怒り、道家を切ろうとしたそうです。しかし側近に、道家は義士、殺してはなりませぬと止められたのだとか。幸いにも新たな主君佐竹義信は能力重視の人物で、譜代であろうが新参者であろうが、能力さえあればどんどん登用していくというスタンスでした。道家はここで真面目に仕え、義信入法後に起きた一揆の鎮圧を平和的に行うなど、できる限りのことを行っています。渋江正光とともに県知の中心人物となる。佐竹義信の下で道家の上役となったのが渋江正光という人物でした。もともと彼は小山氏に仕えていましたが、小山氏は豊臣秀吉の小田原征伐の際に御法上方となったため、戦後に改易されてしまいます。正光の有能さを推薦してくれた人がいたので、彼は佐竹氏に仕えるようになったということでした。道家と背景が似ていますし、おそらく何か通じるものもあったのだと思います。これ以降二人は協力して県知や神殿開発、治水事業に取り組むようになりました。道家は神殿開発は小野寺旧臣にさせるべきと進言し、受け入れられます。現地に明るい彼らが当たったからこそ、久保田藩佐竹氏の検知は実に事細かく行われ、成果を上げたのでした。正光の検知の方法は渋江伝法と呼ばれるようになります。大阪冬の陣で活躍し、将軍徳川秀忠から感情を賜る。慶長14年1619年、大阪冬の陣が起きますが、佐竹義信は徳川方に属し、大阪へと兵を送ることとなりました。出兵前夜、正光は道家に対し、彼を自身の渋江伝法の伝承者として指定することを伝え、その際に自身が今度の戦で討ち死にするかもしれないという予言をしたといいます。実際それはその通りになり、今福の戦いにおいて正光は主義信を守り、討ち死にを遂げてしまうのです。この時道家は戦場で今にも討ち取られそうな味方を救うと、敵8人を相手に獅子奮迅の活躍を見せ、刀を落としながらもすぐさま担当に持ち帰るなどして見事に生還を果たしたのでした。その活躍に将軍徳川秀忠からは感情が贈られ、道家は旗本50人隊の将となったのです。新参者と侮られていた。
そんな道家でしたが、実はこの戦いの前までは侮られることが多かったのだとか。というのも彼は佐竹家臣の中では新参者でしたし、元来寡黙で何を言われても黙っていたため、大したやつではないとあざける者もいたのだそうです。しかし大阪の陣の際、道家はその評価を覆しました。夜中に防護柵を作っていた道家ですが、松明に向かって敵が発砲してきたため、なかなか作業が進まないことがあったそうです。道家はしばし考え、松明を少し離れた場所に置いて、暗い場所でこっそり柵を作らせるようにし、被害を出さずに完成させたのでした。そして日頃彼をバカにしていた面々を前にして、私の勇気を知りたければ明日の戦いを見るがいいと言い切ったのです。その結果が将軍から感情を得るほどの大活躍だったわけですから、人々が道家を見直したのも当然ですね。大阪の陣の後、道家は院内銀山、秋田県湯沢市の実務を任されます。ここは東洋一とまで謳われた久保田藩の財政を支える最重要銀山でしたから、道家がどれほど信頼されかつ有能だったかがわかります。亡くなったのは元和9年1623年、57歳でした。まとめ。1、黒沢長門守の養子となり小野寺義道に仕えた。2、最上氏の圧迫を受ける中、小野寺義道に尽くし戦で武功を挙げた。3、軍師八ヶ島道為殺害の実行犯となる。4、関ヶ原の戦いの後、主が改易されると代わって入法した佐竹義信に仕えた。5、上役渋江正光と共に久保田藩の検地や神殿開発に携わった。6、大阪冬の陣で活躍し将軍徳川秀忠から感情を賜った。7、佐竹家中では寡黙であることで侮られていたが、大阪の陣でその評価を覆した。沈みゆく小野寺氏を支え、その後佐竹氏に仕えて藩政の基盤を整えることに尽力した道家。寡黙な彼だからこそその行動には重みがあり、信頼を勝ち得ることができたのでしょう。もし最上義満の誘いに応じていたら、どんな人生を送ったのかちょっと気になります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。